黒沢潮は、日本のフリーアナウンサー。シーフォルダ所属。神奈川県横浜市出身。高校在学時より、モデルとタレント活動を開始。テレビ朝日、学生才能発掘バラエティ学生ヒーローズ。お休みワイドショーを見逃し。チャンネル、テレビ東京、ピンポン。例なチャンネル世界卓球2014、表参道モード、フジテレビ、笑っていいとも。 等のテレビ番組や広告のモデル等に出演。立証大学心理学部、対人社会心理学科卒業。世界遺産検定3級、公益社団法人日本心理学会認定心理士、資格所持。神奈川パラスポーツコーディネーター。趣味は、スポーツ観戦、ヨガ、味噌作り、読書、謝辞めぐり。また、本人の SNS では、 しばしば宝塚歌劇団の舞台観劇をしている様子も投稿されている。好きな女優は、ゆこうこう。2019年4月16日船橋競馬 7R で3連単111万3550円を的中させた様子が後にグリーンチャンネル紅白馬合戦内で話題となった。現在のレギュラー番組かこの主な出演番組タレント時代、ありがとうございます。